ファンクでーす。ちょっとね、ファンクね、ラーメン二郎恐怖症になってね、なんか行くとね、胸がね、ズキズキするからね、嫌だってね、もうちょっと会社で話してたのね。したらね、会社の上司でね、ラーメン二郎大好きな人いるのよ。その人がね、じゃあさ、新橋店行ってみたらって言ってくれたのよ。え、なんか新橋店なんか違うんですかって言ったらね、すごくね、いいお店だからね、行ってみたらって、二郎でね、一番ね、接客抜群よって言うからね、ちょっとね、ファンクね、早速ね、行ってみました。大丈夫かしら。ファンク、学プル。オープンね、15分前に行ったらね、4番目ぐらいにつけたのね。でもその後ね、2、3分後にはね、人がガーって来てね、行列になってた。でね、入店してね、びっくりしたんだけど、自由にね、好きなとこ座れるのよ。え、端からどんどんっていう形じゃないの？なんかすごい自由な二郎だね。でね、ファンク座ったところがね、すごい。目の前ね、もやしどっさり。今回ね、挑んだのはね、豚ダブルの大盛り。それでね、店内にね、若いね、店員さんがいてね、すいません。またさ、怒られると思ってさ、言えなかったの、なかなか。でもね、なんかやっぱりね、頼みたいからね、勇気を振り絞って、ウォーター。そうよ、ヘレン。もう一回言ってみて。ウォーター。話が変わった。すいません。野菜マシマシってありますかって聞いたらね。あ、ありますよ。野菜マシマシですね。かしこまりましたってね。すごくね、感じがいい。びっくり。今までのね、ラーメン汁の中で、なんかこんなにね、なんか優しいお店が。初かもしれない。どっかのね、お店とはちょっと違う。どっかのお店でね、野菜マシマシでお願いしますって言ったらね、はって言われたね、お店と全然違う。ファンクがね、レーガンを打ったらね、トグロ弟がね、気合だけでね、跳ね返した時みたい。はってね、あんな風にはね、言われなかった。その話はいいですか。でもね、新橋店ね、女性客もすごいいたのね。だから女性もね、入りやすいと思うんだけど、とにかくね、店員さんがね、もう、すごくいい人。笑顔で。で、写真撮っていいですかって言った、お願いしたらね、あ、どうぞ、撮ってください。いっぱい紹介してくださいってね、めちゃくちゃ頭下げられたの。いや、こっちがね、ファンク、ちょっと恐縮してしまってね。でね、ラーメンの味ね、今までね、食べたね、ラーメン二郎の中でね、一番ね、優しいかな。食べやすいし。まあ、もちろん美味しいんだけど、なんだろう。なんかすごくね、優しい味がする。びっくりした。チャーシューがね、今までね、いろいろ食べた中でね、なんだかんだ言ってね、西大店がね、一番美味しかったんだけど、こっちの方がね、やっぱ美味しいかもしれない。でね、新橋店の方がね、量もね、すごい。多いっていうし、をね、超越しててね、なんかこれ、ステーキっていうレベルまでね、なんか入れてくれてね、もう美味しかった。それでね、後からね、若いね、女の子たちのね、団体が入ってきてね、
店員さんにね、すみません、ラーメン二郎入るの初めてなんですけど、なんか頼むときってなんかルールとかあるんですかって聞いたらね、いや、まあ、辛めとかね、野菜増し増しとかね、いろいろありますけど、いっぱい食べれますかとかね、店員さんがいろいろ教えてあげてたのね。もしかしたらね、新橋で一番店員さんね、優しいかもしれない。で、食べた後もね、ごちそうさまでした、美味しかったですって言ったらね、ありがとうございます、ございます、また来てくださいってね、もうすごい笑顔で言ってくれたのね。なんかね、多分新橋でね、いっぱい来ると思う。なんか、よかった。食べ終わる頃にはね、もう二郎恐怖症が治っててね、手のね、震えがね、止まったのね。生まれたてのね、子羊のようだったのよ、入るときね。でもね、もう出る頃にはね、はっきりとウォーターって言えたもん。その話はもういいですか。とてもね、美味しかったです。ごちそうさまでした。いやー、本当にね、もうなんか満喫できました。あ、それでね、前回ね、話したね、上司とね、この2日間ずっと働いてました。いや、心身ともにね、衰弱しましたよ、ファンクちゃん。いや、だってさ、お前の話は聞かないけど、俺の話は聞けっていう人でね、もう苦痛だったこの2日間。なんとかね、耐えしのぎました。で、もう土曜日ね、日曜日休み入ります。月曜日ね、ちょこっとね、仕事行くんだけど、でも、また急遽ね、仕事入るかもしれないからね、お酒飲まずにね、待ちですよ。でもね、午後からはね、ちょっと約束があるんでね、もうきっかりね、休むとね、言ってるんで、会社の方にね、優勝移転で一杯飲もうかなと思っております。でもね、そのね、上司の件でね、えらい事態になった。なんかね、いろいろ募集してるんだけど、そこの現場ね、人来ないのね。だからね、求人誌にね、広告出すときにね、そこの担当のね、ちょっと体調悪くてね、ちょっと休んでたんだけど、でも最近また復帰してきてね、その人がね、一応広告を出してるのね、その人が本当の担当なの。でね、嫌な上司はね、どっちかって言ったらね、仮のね、担当なんだけど、戻ってきたからさ、引き渡せばいいんだけど、そのね、広告の出し方がね、気に食わないって言うんでね、自分でね、総務に連絡してね、これこれこういう風なね、文章出すようにって指示出したのね。で、元々の担当の人はさ、面白くないじゃない。で、ファンクとすごい仲いいんだけど、で、その件でね、電話でいろいろ話してたのね。もう昨日と今日。で、なんかまあ勝手にやってたりとかな、まあ、傍若無人に振る舞ってるとかね、いろいろね、なんか聞いててね。で、まあね、まあうちの会社でさ、みんなに嫌われてるしさ、向こうもね、好かれようっていう気でもさ、ないみたいだから、ね、まあね、自分一人でね、どこまでね、やれるかね、楽しみだよねって。なんかすごいね、なんか声からね、怒りを感じるんだけど、我々をね、怒らせてね、ただでね、済むとね、思ってること自体がね、まずね、甘いって、仕事はそんなね、生優しいもんじゃないよって、入ってきたばっかりのくせにって言ってたんだけど、我々ファンクはね、応援に来てるね、違うかの人間なんで、関係ないと思うんですけど、関係ないかな、関係ないかな。ね、なんで村八分の仲間に入らなきゃいけないの、する側に。ファンクは関係ないですよ。巻き込まないでほしい。ね、対岸からね、見守ってるのが一番ですよ。それでね、やってらってね、なんか、面白く見てるのがね、一番。ね、ほんとくね、なんか巻き込まれたくない。
それでね、ここのところね、もう、このね、上司のね、おかげでね、もうてんてこまいだったんでね、相談をね、読むね、状況じゃなかったんですけどね、次回からちゃんとね、お読みしたいと思います。逆にね、ワンクのね、相談をね、聞いていただいてっていうか、もうほとんどね、うちなんですけどね、もう聞いていただいてありがとうございました。ね、ファンクのね、働いてるところ、村八部バージョンがね、ついにね、クランクインです。で、それをね、ファンクがね、嗅ぎながらね、ちょっとね、見守ってようかなと思ってます。社長がね、連れてきたね、その上司。でね、立場的に課長なんだけど、課長代理ってね、いっぱいいるのよ、うちの会社。もう長くね、会社のために働いててくれてた人がね。で、その人を飛び越えてね、もう中途でいきなり課長っていう立場で持ってきたから、もう元からね、おかしいことになってんのよ。で、どこのね、どういう人かっていうのをみんなね、知らないんだけど、で、その人はね、まあ、社長の俺は知り合いなんだぞ、みたいな態度だから、もうね、いや、うちの会社乱世ですよ。力あるものだけがね、生き残る時代ですよ。そこをね、バットみたいなね、位置でね、見守っていきたいなと思ってます。じゃあね、今日はここまで。それじゃあね、次回からちゃんと相談をお読みいたします。皆さんね、いっぱい相談をよこしてくれた方、少々お待ちあそばせです。ごめっちゃ。